かわいいパティンチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。アーティスト系 YouTuber の宇城和樹です。今日は1週間のコーディネートをまとめてみました。よろしければご覧ください。まず月曜日、今日は黒と白を基調にいい感じにやってみました。頭の先から足の先まで黒と白のみを使ったコーディネートにしてみました。個人的にお気に入りはこの透け感のあるトップスがすごいお気に入りです。スカートもすごくいい感じで、靴下はもう大好きなくるぶしソックスを履いております。はい、そして火曜日はこちらの T シャツワンピースを着ました。この日はめちゃめちゃラフな感じで、この1枚を羽織っただけで出歩けるような T シャツワンピースです。このデザインは私の大好きな清原博先生のデザインされた T シャツでして、これはコミケで買いました。裏と表のデザインが違うんですけれども、めちゃめちゃ書き込まれててすごい繊細なデザインで可愛いし、これ1個だけで丈もいい感じなので、もうその辺お散歩とかいろんなお出かけとかどういう時にも使える、めちゃめちゃおすすめのワンピースです。今日は水曜日、今日の服装はベイビーザスターズシャインブライトさんのワンピースを着ました。こちらもめちゃめちゃお気に入りで、もう本当にずっと着ております。このお気に入りのポイントは、ちょっとメイド感のある清楚な感じの首元のフリフリした感じと、パフスリーブっぽくなった袖、ここがすごい可愛いのと、着やすい、可愛い、洗濯しやすい、乾きやすいという全てのコンボを兼ね揃えたいい感じの服です。でポイントとしてサングラス的な感じで日差しよけにメガネをかけております。最近この服装がデフォルトでめちゃめちゃお気に入りです。はい、木曜日、今日はこういう服を着てみました。ワンピースが基本的に多いんですけども、たまにはやっぱりこう分かれたものも着ないとなということで、上がピンク、下が水色、ファンシーなものを着てみました。こちらのピンクのトップスはすごい襟のレースが可愛くて、袖口も可愛くてすごいお気に入りです。で下半身の方もいい感じの花柄がついていて、すごい着やすくて可愛いです。で足元も相変わらず、まあ、くるぶしソックスを本当に崇拝して、うちにくるぶしソックスしかないんじゃないかぐらいくるぶしソックスがずらーって並んでるんですけど、まあ、今日もくるぶしを愛する者としてくるぶしソックスを履いております。はい、そして今日はこんな感じです。これめちゃめちゃお気に入りで、ちょっとクラシックっぽくなるのですごくお気に入りです。スポッと着てこう背中のチャックでいい感じにジョンってしたらもう出来上がるので、すごい簡単で一瞬で可愛くなるので最近ずっと着ております。こちらのポイントとしてリボンがすごく大きくて、結んだら可愛くなるので後ろ姿もいい感じだと信じてます。スカートの裾が溝になっているので、すごい上品なイメージで可愛いと思います。はい、そして最近めちゃめちゃお気に入りの服がこちらです。本当にお気に入りです。なぜお気に入りかというと、もう着やすいのもそうなんですけど、ウエストラインでこうキュッてなってるのがすごく好きで、さらにこう丈がいい感じの膝よりちょい上っていう、ちょっと上品なシルエットになって、すごい着やすくてちょっとクラシカルで上品で、色合いももうちょっとくすんだピンクで、もう何とも言えないお気に入りです。ですごい気に入ってるなと思って、こう自分のクローゼット見たら全く同じような服がもう一着出てきて、あ、本当に好きなんだなって思ったんですけど、最近すごいこういうの好きです。足元はですね、ついにサンダルになりました。サンダルはやっぱり夏なのでめちゃめちゃ履きやすくて涼しくて、もう何せ涼しいです。さらにこうなんかこうハイヒールが上がっているので、気分的にもねテンションが上がるので、足がちょっと痛くなるかなっていうこともなきにしもあらずなんですけど、やっぱりね、まあ、ちょっとテンション上がる方が大事なので、たまにはミュールを履いてみました。はい、最後はこちらのお洋服です。こちらリズリサさんに行った時に店員さんが来ていて、もうめちゃめちゃ可愛いなと思って一目惚れをして購入したものとなります。最近流行りの肩出しでいい感じのふわふわってなっていて、もう裾がこんな感じで、もう風に吹かれてビヨンって感じで、めっちゃ可愛いです。もう1枚羽織るだけで
なんて可愛いワンピースなんだという感じで一目惚れしました。足元はリズリサさんで揃えてるのでフルリズリサです。可愛いです。はい、ご覧いただきありがとうございました。宇城和樹の1週間コーディネートでした。いかがでしたでしょうか。すごい趣味趣向が全面的に溢れ出てお恥ずかしいんですけど、いい感じにこういう感じで育っております。はい、少し告知があります。宇城和樹はYouTuber をしておりまして、さらに歌の活動もしております。この度ついに全国に CD を出すべく8月8日についにCD を発売することとなりました。全国のタワーレコードさんやいろんな店舗、Amazon さん、本当にいろんなところで CD を買える予定なので、もしよろしければぜひご覧くださいませ。それに伴いリリースイベントで無料で遊びに来れるタワーレコードさんなどのイベントもいろいろさせていただく予定です。こちら全国、東京や兵庫県、名古屋とかいろんな地方に遊びに行く予定なので、無料で来れるので、もしよろしければぜひご覧くださいませ。そちらの詳しい詳細は宇城和樹の YouTube チャンネルやホームページ下の概要欄からぜひご覧くださいませ。そして8月8日には CD 発売ですので、もしよろしければぜひご視聴ください。そしてさらに8月11日、私の生誕ライブがございます。六本木の毛布さんというところで、いい感じのライブハウスで生誕イベントをさせていただきます。そちらもぜひお越しくださればと思います。私のイベントは男性は3500円ぐらいするんですけど、女性は1000円ぐらいでやっております。詳しくはまた後ほど詳細出ますので、だいたい基本的に女性は全部半額でやっております。ぜひご興味のある方は、大歓迎ですのでお越しくださいませ。という感じで告知させていただきありがとうございます。かわいいパティンチャンネルなんですけれども、こちら他にもたくさんの動画がございます。もしよろしければご視聴、チャンネル登録、コメントや評価などもいただければ幸いです。そして宇城和樹チャンネル下の概要欄からぜひご覧くださいませ。それではご視聴ありがとうございました。宇城和樹でした。またねー。